皆さんこんばんは。ギタリストのりの小部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、ゆかつんのときめきの扉に出演させていただきましてね、しかもフラメンコ界の、まあ、重鎮でもございます、浜田若田さんのですね、ゲストを迎えて、まあ、ゆか先生のね、僕補佐という形で参加させていただいたということでございますがね、昨日につ繋げて今日もですね、素敵なゲストさんをお呼びしておりますけれども、まあ、その前にね、今日僕スタジオでちょっと伴走してきたんですけど、どうもね最近なんかインフルエンザがすごい流行ってるみたいで、うん、でまあコロナもね、まあ、なんかちょっとクラスターみたいなのがね発生して、なんかいろいろと今いろんな、まあ、風邪というかコロナだったりインフルだったりね、で最近なんかフルロナって知ってますか皆さん。知らないです。フルロナ、これインフルとコロナが同時に感染するんです。もうね、フルロナっていうのがねあるそうなんです。なんだそれですよね本当に。まあネットでねニュースで見てフルロナって、それでも一月くらい前だったかな、その言葉が出てきたのは。なので、ね、皆さんねぜひね、注意して、このこれから訪れる冬を越していただきたいと思います。はい、そしてですね、今日のゲストさん準備の方はいかがでしょうかね。大丈夫でしょうかね。はい、ということでですね、今日はですね、なんと琵琶奏者でございますね。皆さん琵琶って皆さんベコンベコンってあのね、あの琵琶でございますけれどもね、本田角芸様というね方でございます。こちらの方へどうぞお越しください。なかなか楽器を持ってここまでたどり着くのが大変なんですよ。はい、おっと譜面台も一緒に、もうね、うわ大丈夫ですか。最初にセッティングしとけばよかったんだけれども、なかなか、いや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 、これじゃあ、まあまあ、ここに置いといてですね、はい、じゃあ本田さんは、はい、ちょっとマイクを移動させて、あ、ちょっと出ちゃった、こっち側にします、はい、こっちで見ます、ですかね、はい、どうも、はい、はい、大丈夫でしょうか、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫かもしれません、はい、今日お越しいただいた方は琵琶奏者、本田角芸様ということで、はい、今日お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんと焼津テレビは、あ、実は、はい、何年か前に、はい、何年か前かちゃんとカウントできればよかったんですけど、はい、来たことがあって、はい、琵琶まで持ってきたっていう、はい、でもねそれはちょっとしたはい、チャリティーランイベントの、はい、プロモーションで、はいはい、実行委員会として来ました。私自分は一個も走らないんですけれども、ははははあの今年もさ、いいんですか言っちゃって。どうぞどうぞどうぞ。先日はい、のり様、はい、のりさんでございます。のりでいいです。のりさんも、はい、なんでしょう、持ち胸の疲労の海岸公園ですか、はい、あそこで何かイベントをなさったと思うんですけど、はい、あそこの公園で、はい、チャリティーランイベントを、疲労の海岸公園ってことですか。そうです、ホワイトリボンランというのを、はい、3月3日2024年3月3日にするんですが、はい、あ、やるんですね。私実行委員会で、はい、頑張ってとかって言いますけど、はい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 、自分は一個も走らない。お、まあ、そんな、まあ、はい、ちょっとアイコンに富永愛さんなんかもいてくれたりして。富永愛さんって誰だっけ。モデルさんの、はい、そうですか。なかなかおしゃれかつチャリティーな、はい、世界の女性をこうエンパワーするという感じのっていう時に来て、はいはい、なんか知らないけど詩吟みたいのでね、はい、ホワイトリボンランみたいな、はい、やっちゃったんですけども、はい、今日はできません、はいはい、あ、かしこまりました、はい、ということでございます。すいません、関係ない話をすいません。いやいや、とんでもないです。それこそ、はい、まあ、ある人のご紹介で、まあ、本田さんとお会いしたんですけれども、はい、この角芸というお名前は、はい、これは何かこうご師匠さんからいただいたお名前なんでしょうか。まあ、一応私ども、はい、師匠から名前を頂戴するということで、はいはい、まあ、一応完全変態したっていう形、はい、まあ変な言い方ですけど、まあ、一応奥伝ということになります。奥、はい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 、伝ということですね、はい、口で伝える奥伝。奥伝、奥伝の中伝、奥伝っていうのがありまして、はいはいはい、奥伝っていう、まあ、一応まあ、それ以上には変化しないとか、はい、
上がらないんですけども、ほうほうほう、あのそんな形で、はあ、書くというのは鶴という字を書きます。鶴でございます。はい、はいはい、それはまあ 一問というか、まあ、師匠、はい、師匠の師匠みたいなところから、はいはいはい、あのつながっている、つながっている、字でございます。はい、そして芸というのは、芸というこれ難しい字ですね。これそうですね、アメカンムリに何ていう、はい、これ何ですかね、書いてその下にあのお兄さんの足みたいのが、ね、足を描いて、はい、それで、虹の意味なんです。え、何がですか。虹、芸というのは虹、芸というこの字は虹なんですか。虹という意味になります。虹ってあのレインボーの虹ですか。そうですね、あ、ちょっと英語は調べてきませんでしたけれども、はい、あのこういう子を描いた、はい、あのレインボーな感じと違って、はい、もうちょっとそのなんていうんでしょう、もやっとした、もやっとした、はい、もやっとした、霧の中に、そうですね、こうなんかあるあの光のなんか何原色か忘れましたけど、そんな感じのこれをゲイというですね、はい、そうです。なるほど。なんかあの中国の言われでは、はい、虹というのは龍を指すそうですけれども、そうなんですね、はい、あの虫偏に絵と描く、はい、そちらはねくっきりした、それは、はい、あの男の龍、はい、龍、はい、でゲイの方は女の竜ということ、そういう意味があるんですね。だそうです。それこそ琵琶といえば、まあ元々はあれどこだった、中央アジアの方ですか。そうらしいですね、うん、はい、からまああの、まあ、シルクロードを渡ってなんでしょうかね、あの、まあ、中国から日本に入ってきた、はいはいはい、まあいろんな諸説あると思うんです。インド起源だったりとか。そうみたいなんですよ。ただ僕はあの何でしたっけ、あの奈良にあるあの倉庫なんです。倉庫院です。倉庫院、倉庫って言っちゃった。いいです、倉庫なんだもん。倉庫ですよね。あのそう、その倉庫院ですか、はい、あそこにはそれこそまあまあいわゆる西洋のものから、まああるいはその、今で言うと中央アジアっていうんですかね、そうですね、っていったそういったものが、共同品が、はい、たくさん、はい、ね、中にあると、でその中に実はその琵琶もあると。そうなんです、いうことですよね、はい、これあのちょっと難しいお話になるかもしれないんですけど、その前に皆さんにこのね琵琶を見せてもらいたいんですけども、せっかくなんでなかなか見る機会がないんですけれどもね、これと同じ楽器が世界各地に似たものがあるんですけれども、これは薩摩琵琶ってことですね。薩摩琵琶と言います。はい、はい、あの一般的にこう広く言う琵琶と薩摩琵琶と、まあ、違いっていうのは何かあるんですか。まあ違わないっていうか、まあ、琵琶の一種ですよね。まあ、今日本で、まあ、弾く人がいる琵琶って何種類かあると思いますけども、はい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 、一番古いのは、はい、雅楽の楽琵琶。何琵琶ですか。楽琵琶ですね。楽、あの、どういう状況ですか。雅楽の楽、はい、音楽の楽、はいはいはい、楽琵琶、形も一番大きいです。大きい、はいはいはい、で、あの横倒しにして、まあ、あの何でしょう、雅楽のあれはチームで演奏する感じですよね、はいはい、雅楽ってね、はい、横にこうし倒して、はいはい、じゃらりんとやってるようでございます。はい、私も弾いたことがないんですけれども、はい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 、うん、あの他にはあのそうですね、皆さんがあの、はい、琵琶といえば何、はい、平家物語っていうわけですけれども、まあね、はい、その平家物語を専門に、はい、やりますのが平家琵琶。平家琵琶、あ、平家琵琶であります。この薩摩琵琶より若干小さい形をしていまして、はい、で、まあ、平家琵琶をもっぱら、はい、やるという、はい、あとはその次に、まあ、薩摩琵琶ですね、古さでいうと、はいはい、薩摩琵琶、これは、まあ、原型は室町時代ぐらいにできたんだそうですけど、まあ、主に江戸時代に発展しただろうと。あ、そうなんですね。琵琶ってでもかなり日本に入ってきたのは、はい、相当古いって話は聞いたことがあるんですね。そうですね、古いけども、うん、まあ時代とともに変わっていったっていうことかと思います、はい、なるほど。落ち着いたのはまあ江戸時代ということで。そうですね、それで、はい、明治時代になりますと、まあ、薩摩琵琶ですので、はい、薩摩の皆さんがこれを持って、はい、東京にわんさかわんさか行きますよと。なるほど。で、天皇陛下もお気に入りっていうこともあったそうです、はい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 、明治天皇さんにも気に入られ、はいはいはい、で、大変隆盛を極めた、はい、でもう、その後筑前琵琶というのができて、筑前琵琶って聞いたことあります。実は
近代になってからの楽器なんですね。なるほど。あの薩摩琵琶と、その三味線などの座敷的なね、はい、素敵な音をこう、はい、まああのなんて言うんでしょうか、合体させたような形で、なるほど、筑前琵琶という、はい、非常に華やかな、はい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 、琵琶というのもできております。はい、まあ、割と琵琶ってこう装飾が多いイメージがあるんですけれども、はい、この琵琶はなんかこういいですね、朴訥としていて、そうですね、うん、すごくすっきりとした感じで、はい、僕もあのギタリストですけれども、はいはい、あんまりこう装飾がゴテゴテと入ってるギターがあんまり好きではなくてですね、そうですか、やっぱり素材がちゃんと見えて、はい、存在感のあるものが大好きでございまして、素材感がすごく大事だったりするんですけど、はいはいはい、これは何で、木は何の木でできてるんですか。これは表の方は、はい、あれですね、あ、急に言われると急に言えなくなっちゃった、うん、なんだっけ、あ、びっくりするぐらい急に言えなくなっちゃった、なんだろうね、この木は、あれです、あれあれ、硬い木ですもんね、そう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 、う後ろは、ケヤキです、ケヤキ、クワクワクワ、クワの木ですか、クワ、ま、あ、なるほど、本当なるほど、ここでバチが大きいですね、これバチって言うんですか、これバチですね、バチで合ってますか、はい、バチですね、はい、これはツゲですね、ツゲ、はい、はい、木片のツゲですね、はい、ツゲでございます、はい、あの串屋なんかにするようなものですね、目がまあ良くないと折れちゃうだろうと思いますので、はい、うん、これをバン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 叩きつけてきますので、はい、まあ、大変丈夫だ、少しちょっと音をポロンとちょっといいですかね、あ、いいですね、はいなるほど、おー、いい響きですね、ビリ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 っていうのが触りっていう、触りありますね、触り、皆さんご存知ですか、触りを、これね、あの触りっていうのは、まあ、例えば有名なのがシタールですね、そうですね、ビヨーンっていうやつですね、そうですね、それからアフリカの方に行くとカリンバって楽器してますか、あのピヨンピヨンするんです、そう、鉄の棒でポコポコポコ、うん、あの可愛い、はい、昔アースウィンドアンドファイヤーでも使ってたあのカリンバとか、あれも実は触りがついてました、そういうことか、うん、あのね、中に空き缶の鉄ありますよね、はい、空きって、あの金属の周りにこう、はいはいはい、いわゆるこうくるっと回して鳴らすとビヨンビヨンっていうんですね、 あれもいわゆる触りの濁る、西洋楽器ではちょっと考えられない、まあ、一般的にこう西洋楽器、バイオリンでもチェロでもピアノでも、うん、そういう濁った音ってないじゃないですか、やっぱあの澄んだなんか制限波に近いような音を目指してるようなイメージがありますね、はいはい、ありますで、ところが、まあ、あるところではその触りが心地いいという、うん、そうそう、これ健康にいい、健康にいいですか不思議ですけれども、これ触りはどこについてるんですか、全部ですね、ここが一番重いと思いますけど、これだ、でもね、これかな、全部一応ついてるみたいですよ、ついてるんですね、一応全部のところに仕掛けてあるっていう、なるほど、ことみたいなんです、なるほど、はい、ということでございますけれどもね、実はギターもあのいわゆる、まあ、リュートっていうね、かつてあの、あれはどこどこにだったか、リュートってまあ、いろんな諸説があるんですけれども、はい、まさにこの琵琶もリュート族ですね、まあ、このリュート族っていうのは、まあ、よくそのどの部類に入る楽器かっていうねの発言楽器、発言ね、こう弾くという意味ではもうギターと同じだと思います、こう弓で弾くわけではなく、まあ、バチを使ったり、まあ、ギターだったらピックを使ったり、まあ、僕らは爪で弾くんですけれども、はい、指とか、まあ、そういう発言楽器の種類になるということで、うん、まあ、あのそういうまあ話をしたらなかなか取り留めのない話になってしまいますのでね、はい、で私も実は今日はいろいろあの予習をしてきまして、 ありがとうございます、まあ、今ね Google 先生っていう非常に便利なものが、そうですね、はい、もうすぐに出てきてしまいまして、日本に初めてこのビアが入ったのはどうも飛鳥時代あたりらしいんですね、飛鳥時代が何年か忘れましたけど古墳時代のあたぐらいですかね西暦700年ぐらいになるのかな、800年ぐらい奈良時代に向けての、この時代になんか入ってきたらしいんですね、はい、なるほど、で実際にやっぱりあの先ほどおっしゃる通り、やっぱり琵琶がこうあの一躍こう日本国内の中でいわゆる琵琶法師っていう ね、 ね、まあ、これはもう全然その後の平安時代だそうですね、
で平安時代からだんだんこう大衆的になってきたのかな、はいはい、それからまあ江戸時代に向けてということで、最近じゃもう琵琶なんてまず持ってる方がいませんので。そうなんですよね、はい、困ったことで有名なのがね、耳なし芳一。そう言われますね、はい、必ず言われます。必ず言われますか、耳なし芳一。あれって耳なし芳一ってどういう話でしたっけ。耳なし芳一はあの琵琶の、非常に、上手な、はい、あのお坊さん、若い僧家ですよね、はい、小僧が、はい、あの目が見えない方なんですね、はい、それで、あんまり上手に弾くもんだから、はい、あの平家の物語をやってたんだろうと思いますけれども、はいはいはい、まあ、平家の亡霊の方がですよね、はい、あの聞きつけて、はい、あの散々こう、まあ、集いましてですよね、芳、はいはい、一さんの近くにもう涙をちょちょぎらせながら、ちょちょぎらせながら、もうあーもうってこう聞き惚れる。るでついついぞあの、はい、まあそのなんて言うんでしょう、そういった霊的なものと、うん、あの芳一さんがあまりにも接近しすぎてさらわれていってしまうと、はい、そっちにね、はい、それをまあ師匠のお坊さんが、はい、いやいやもう体中にお経をかけと、はい、そうすれば霊の皆さんに見えないでしょ、はいはいはい、そういうふうに、まあ、なったんだけれども、はい、うっかり一箇所二箇所だね、はい、二箇所、うん、耳の裏かなんかに書き忘れて、耳を失ったと。そう、暗闇に耳だけがぼーっと見えたそうでございますよ、はい、あれですよね。あれは確か一応階段になるんですね。そうなんですよ、ね、小泉八雲さんの出ました、なんとかハーンですね、ラフカディオハーンさん。それが出ませんでした。ヤイズでしょ超ヤイズの話でしょ。何がですか。ラフカディオハーン、あの人でもギリシャ生まれなんですよね確か。あ、確か、そうかもしれません、うん、小泉八雲さんはヤイズに住んでたんですね。ラフカディオハーンですね、はいはい、ヤイズに住んでた時のあのまあ、なんて言うんでしょう、建物が住宅が明治村かなんかに保存されてませんですか、はい、おそうなんですか、ね、うん、なるほど。やっぱここも僕静岡の人間で、私も、ちょっとあの八重洲のことがちょっと疎いってちょっと言い訳が言いたくなってしまいましたけど、いやいやいや、でもそんなね、そんなわけで八重洲にも、はい、あのまあ、つまりそのラフカディオハンさんが、はい、階段の中でそういったあの仕立てにしたってことがあって、はいはい、非常に琵琶のイメージがそういうなんていう、うん、おっかないおっかないでした呪いのようなそういうイメージにまあもう皆さんの中にね、そういうふうに琵琶って言ったら芳一の琵琶って言ったら、はい、祇園塩座、はいはいはい、そういうふうにかなり必ず私は言われることをもう常に経験してます。そうなんですけど、ね、いやなんかいいですね、八重洲につながったってところ。それは良かったですね、小泉八雲さんから、うん、あの平家物語の話をした甲斐がありましたよね、はい、ありがとうございますいやいやということで、ここでちょっと一曲ですね、あ、そうです、本田さんにちょっとバシンとちょっと弾いていただけたら、はい、と思いましてね、今日は準備いただいておりましてね、せっかくですので。いやなんかあの、はい、あんま高尚な内容だと私ついていけないから。いやそんなことなくて大丈夫ですか。なんでしょう、これあの、はい、今回の、番組に呼んでくださって、あんまり長くてもいけないし、はい、琵琶のなんか面白いというかな、なんかあの要素をできるだけ、はい、お聞きいただいた方がいいんじゃないかとか思って、はい、自分なりに構成してしまったものですから、普段こういうことをやってるっていう感じでもないんですよね。なんだけれども、まあそうですね、まあ、典型的なのかどうか分かりませんけども、うん、まず最初に角琵琶というパートがありまして、はい、角琵琶をちょっと、はい、まあちょっとアレンジしてたものなんですけど、はい、角琵琶っていうのはまあちょっとマーチングみたいな感じのマーチングですね、リズム的に、はいはいはい、で、まあ合奏曲でもあると。あんまり琵琶って独奏しかほとんどしないんですけど、はいはいはい、これは何人かで弾くことがまあ聖書ってみんなで同じこと、はいはいはい、とそういうことしかしませんけど、ほぼしませんけども、はい、そんなものが、
最初あって、はい、そこにまあまあちょっとこれは私が勝手に突っ込んでるんですけども、あの詩吟のパートを入れてみました。琵琶っていうのはあの詩吟を含んでいることが多いんですね、はいはい、で詩吟の内容はあの江戸時代ですよねの江戸時代石川定山さんという方、はい、四川堂っていうのがあの京都にありますけれども、そこにいた方、はいはい、あそこに晩年住まわった方、はいはい、そんな、石川定山さんの富士山を挟みまして、はい、そしてまた、次は崩れという琵琶、あの薩摩琵琶のこう弾くもののこうなんていうパターンを手って言うんですけれども、手として崩れというようなものを、うん、まあ、あのこれは割と賑やかなものにつなげて、はい、終わるっていうことにしてみました、はい、なんか先生いいですかそれでって、お師匠さんそれでいいですかっていう感じですけど、はい、まあ、ちょっと師匠に師匠すいませんってかじゃあ、まあ、あのとにかくそういう感じで、はい、あの普段正座して弾いてるもんですから、そうですよね、なかなか難しいですよね、この位置ですかね、これ邪魔かな、動かすとダメなんですよねで人間は若干動いても大丈夫、当たらないかなバチで、うん、マイクがちょっと元に戻りますので、はい、後ろに黒線より下がらないでってなってますけど、はいはい、ちょっとすいません、はい、あの当たっちゃうといけないので、で、では、はい、じゃあ、いけそうですか、なんとかやってみましょう、はい、お願いいたします、お願いします、何をやってるんですか、これは。これは長弦ですね。はい、まああの弦を引っ張って。弦を引っ張って。はい。ここで本来長弦はするけれども、まあ微妙なね、その。これがそう。調律のためにこう弦をこう引っ張ったり。よく伸びる糸だもんですからね。あの今ちょっとテンション気味に張ってたので。はい。はい、じゃあやってみます。お願いします。遊ぶ運がいいの頂き神流住みおゆ道中雪は元祖のごとく煙は兵のごとし白線坂島にかかる東海の天
恐れ入ります。ちょっとなんかこっそりしくじって。いやいやいや、とんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいですね。そうですか、はい、あのもうそんなこと言っていただいたんですけども。いやいや、あのですね、昨日実はですね、はい、あのゲストの方というか、まあ私もゲストだったんですけど、まあ補佐というか、まああの浜田若菜先生っていう、いわゆるそのスペイン音楽の、まあ、いわゆるその何て言いますかね、研究家といいますか、はい、まあ、そういう方がたまたまそのフラメンコの話をするにあたって、あの日本 の, その音楽、まあ桜桜っていう曲があるんですけど、ご存知だと思うんですけど、まあ、あの音階と古くからある音階とフラメンコの音階が、まあ、すごく似ているなんていう話があったんですね。あ、はい、で実は、まあ、以前にあの私あの自分のイベントの時、イベントっていうかあのフラメンコ居酒屋というね、まあコミュニティにお越しいただいた時に、はい、あの時にも弾いていただいたんですけれども、あの合わせてみたんですよね、音を。そうでしたね。そう、そしたらやっぱりね、やっぱ似てるんですね、音が、うん、ということで、はい、まあ、演奏していただいた、もうすぐでもしかしたら時間が時間なもんですから、いやいやいや、ちょっとそのね、はい、音が似てるということをですね、うん、このここでちょっと証明してみたいなってことで、私今日ギター持ってきました。あ、はい、もうそれはもちろんそれはもちろんもフラメンコギターのノリ様で、ここでギター持つことほとんどないんです。あ、そうなんですか。はい、あら、まあ、ほとんどねギター弾かないですよ、喋ってばっかで、ね、なんかどっかの歌手みたいですよ。いやいやいや、どっかなということで、この前合わせたチューニングなんかあれか、違いますか。あ、それはよ、あれですか。まあいいか、まあ、まあ、だい一緒にやるわけじゃないですからね、はい、あれはね、確かね、どんな音階でしたっけ。ね、B フラットなんですけど、ね、これが、はい、B フラットで443の高めみたいな。じゃあ、高めなんですね。442の高めか。はい。それやっていう曲を弾いたつもりなんですけど、自分、はいはい、ごめんなさい、なんか勝手に合わせちゃった。いやいや、いいと思います。まあ、要はそのすごく似てるんですね、はい、それこそ第3の、音、まあ、音階、これ西洋音楽的に言いますとフリギアって言うんですけれども、ドレミのミから始まる音階ですね。これフラメンコでよく使われる哀愁のある、まあ、いわゆるその一般的なではなくて、この音ですね。ああ、ミファソファミって。そういうことです。ミファソファミなんです。これがまさにフラメンコの、うん、調でございまして、うん、そう、最後解決しないんですよ。うん、ここで終わるはずなんだけど、本当は。この前共演させていただいてほぼ一致しましたね、その音が。
ちょっともう一回やってみましょうか。ちょっとあのコラボじゃないですけれども、はは西の果て の, 西 の, 果ての、はい、あのスペインのこの芸能のフラメンコ、はい、まあ、これクラシックギターなんですけど、実はフラメンコの音と東の果ての、日本のこの琵琶と、はい、ちょっと音をちょっと照らし合わせてみたいなっていうところで、今ちょっと合わせましたけど、もう一回ちょっとやってみましょうか。一緒に弾いていいですか。はい、一緒に弾いてください。ですけど、すごく似てるんですね。ということで、あまり器用なことができない。あまり器用なことができないけど、そうそうそう、まあ、普段通りに、まあ、それこそ演奏していただいた曲をね、それなり弾いてくれれば、調は同じなんで、すごくこのフリギア第3の音階に迫ってるんで。ここがちょうど調子になるんで、青上がってる、うん、ということでございます、ね、ちょっと分かりにくかったかもしれないけれども、はい、まあこんなこんなんで、はい、楽譜もね、なんかちょっと特殊の楽譜といいましょうかね。そうですね、これはあの、はい、本来、まあ、さっきのね、口伝ですよね、はい、口伝、はい、今度こそ口伝で、今度こそ口伝、さっき間違えましたけど、口伝え、口伝え、はい、ですよね。本来口伝えであったわけですよ、はい、でこれはもう戦後だと思うんですけどね、はいはい、こういう工夫はちょっともし間違ってたらご指摘いただきたいんですけど、まあとにかく口伝でもちろんやってきたわけですよ、はいはい、まあ、で全部覚えて、はい、伝えてくる。だけどそういうのはあんまり大変だっていうことで、まあ、あるいは記録が、ね、残すために欲しいよということで、はいはいはい、はい、できてったものなんだろうと思います、はい、うん、あれなんですか、これはドレミではないですもんね、はい、もう当然ね、これはね、うん、あの数字でね、数字なんだ、音程は書いてますね。あ、はい、でこれはあのストロークが示して、はい、なるほどなるほど、その琵琶の場合はそう、あのこれとこれですね、はい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 、でダウンとアップと言いますか、ね、そうダウンとアップ、はい、ダウンのことをまあビっていうそうですよ、はいはい、でアップのことをワっていうらしいです。ほうほうほう、ビ、あ、だから ビはということ、ビは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 って弾くんだっていうふうに、はい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 、師匠が言ってました。なるほど、ビは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 ということでございますね、はい、まあちょっとお見せできないんですけれどもね、楽譜がちょっと特殊な楽譜でございますがさあということで、もう時間がもういっぱいでございますが、そうですね、はい、ぜひまた以前お越しいただいたそのフラメンコ居酒屋、ね、ぜひまた11月30日にございますので、ぜひ皆さんね、フリーキーショーまで遊びに、夜8時からやってますので、はい、遊びにぜひ来ていただければというふうに思っております、はい、さあということで、お知らせとかなんかそういったものは特にはないですかね。まあ来年の話でね、はい、はい、来年はもちろん本人が笑っちゃうわけなんですけど、はいはい、来年は5月の、はい、19日、5月19日に、はい、日曜日ですね、はい、静岡市の木製会館というところで、木製会館、はい、少しまとまった、ね、はい、そうです、演奏会が、琵琶の演奏会が何人も人が出ますということで、はい、私も出る予定でございます、はい、そんなものもございますので、はい、またぜひ皆さんご興味のある方はぜひともお越しいただければ、はい、ぜひビアやってください、すぐできるよはい、ということでございます。今日のゲストでございましたけども、ね、急にもうちょっと時間がいっぱいになっちゃいまして申し訳ない、はい、ということで今日、お越しいただいた方は琵琶奏者の本田
格芸様でございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお写真を撮りますので、これちょっとギター持った方がいいな俺は。作り笑顔が大変なんだよな。作り笑顔。